この動画は、バトの名作動画ではありません。まあ、これは、まあ、プリパーに関する人や、プリパラのヘビーユーザーがよくわかるおもちゃのレビュー動画だもんでね。これは、バトの名作玩具シリーズではありませんので、ご了承ください。じゃあ、じっくり見てくださいね。バトでーす。まあ、ね、今年最後の、レビュー動画をやります。まあね、ちょっともう今年最後は、まあ今月は男の子向け玩具がいっぱいだったもんでね、まあね、今年最後はの今年最後のレビュー動画は女の子向けのおもちゃで締めくくりたいと思います。今月レビューするのは、ちょっとプリパーに関する、玩具でもあるけども、まあ、今は売ってません。それが、これだー！プリティリズム、レインボーライブ、プリズムレインボーギターのレビューをします。まあ、ちょっとスターモデルもありますもんね。早速レビューしましょう。が、プリズムレインボーギターです。ちょっとさ、夏いっていう人も、多分相当いると思います。この動画なんですが、ね、これはバタの名作玩具シリーズではありません。まあ、なぜかというと、これ、プリティリズムは、実はというと、プリパラの、前身でも、あります。まあね、プリティシリーズ、っていうのがあってね、プリパラも、入っています。ね、実はね、ね、これ、プリズムレインボーギターには、これラブリーモデルのデラックスもあって、実はというと、実は、ノーマルの、このスターモデルもあります。まあね、ラブリーモデルにハピナルがあるもんでね。まあ、これ、でもこれが誰だろう。まあ、ちょっとプリティレーズンあんま知らないもんでね、僕。誰かは、わかりませんもんでね。うん。じゃあ、開封していきましょうか。じゃあ、ちょっと開封する前に、ちょっと箱の周りを見てみよっか。ね、うん。そんじゃ箱の周りは、横はこんな風になっていて、ね、遊び方が書いていて、もう一つの横が、なんと全15色収録しています。あ、でもこれ、ちょっと怖いな。まあ、15曲入っていてさ、まあ、多分著作権のことも引っかかるかな。まあ、ちょっとな、引っかかったら、ちょっとな。そして、後ろは、こんな感じ。まあ、入っているものも書いてあって、ね、プリティリズムはこんなゲームだよ。でも書いてあるけども、でももう今はもうプリパラーになっています。まあね、プリティリズムの放送時間が午前10時から10時半だもんでね。まあでもこれ夏い日にやったな。
まあ、最初のプリパラスシーズン1の時には、こんな時間だったもんな。うん。ほんと懐かし、夏いね、これ。まあ、プリパラと同じ下が、対象年齢が6歳以上になっています。で、うん。まあ、こっちには、詳しい、遊び方が書いてありますもんね。うん、まあ、これはカメラ付きのゲーム機とタッチ通信があるんですけども、まあでもプリパラには対応できるかなと、僕は思う、できないかなと思いますもんでね。まあ、こんなギターをデコったりさ、さあ、こんな遊び方ができます。ほんでね。まあ、早速、開封していきましょう。ね。うん、よっ。早速、開封しよう。こんな風になっとるか。あ、こんな風になっとるか。ちょっと上が、下、上が、ジュエルが入っていて、ね、あ、こんなところになんと、と、なんと、ね、ブレスパーツと、ね、ストラップとかさ、さ、説明書が入っています。まあ、デコシールが入ってないか。まあ、これ、中古で買ったもんだもんでね。うん、デコシールは、もう使われて、あ、ここにあるか。下、ここに、デコシールがね。うん、そして、下には、なんと、ギターになっているか。おー、その、まあ、新品のままだな。よく見りゃ。うわぁ。これはちょっと懐い人も、懐かしい人もおるな。と、僕はそう思いますね。うん、まあ、こんな風になっていってね。ちょっと次に、このスターモデルも見てみようか。ね。まあ、こんな風になっていて、ね、横はこんな風。ちょっと詳しくないけどね、うん。こっちは、全7曲入っています。まあ、と、8曲はの、ないけども、もう普通のスターモデルなら全7曲入っていますね。うん、後ろは、こんな感じ。でね、遊び方とか、こういうのが書いてある、注意事項と警告が書いています。まあ上はこんな感じになっていて、まあ同じかな。あ、確かに、上とちょっと似とるな。うん、後ろ、下は、あ、下もこんな感じか。上と同様か。じゃあ開封してみようか。スターモデルも開封してみよう。よっ。お、これもちょっと、ね、いいな。あ、スターモデルも、もう袋で、で、あ、ジュエルが入っていてね。お、デコシールが入ってるじゃん。後ろは説明書が入っています。おー、これはいいな。そんじゃあ全部足してみよっか。ねえ。全部、取り出しました。まあ、こんな風になっていてね。
最初に、この、スターモデルとラブリーモデルの比較をしていきます。まずは、ラブは、違うところが、一番違うところが、色が、違って、で、ラブリーにはピンクで、スターには、少し、青がかかった、青でもないけども、グレーの、か、シルバーの、の色が入っています。まあ、ラベルもそうだけども、ラブリーには、これが、なるって書いているか。主人公のなるか。やっぱ、なるって言うと、この子が使うやつだもんね。うん。そして、スターモデルには、ディンネちゃん。ディンネって言うんか、この子。これはディンネちゃん、ディンネっていう子か。多分ね。まあね、ディンネちゃんが使うらしいね。うん。そして、ここの部分が、スターモデルが、スターの形で、ラブリーモデルが、ハートの形をしています。ね、うん。とりあえず、遊んでいこうと思ったけども、ちょっとその前に、単三電池、じゃなくて、単四電池、3本、入れなきゃいけません。ね。まあ、入れる方法は、ここだな。うん。ここ。ちょっと大きい方です。大きい方で出すか。よっこいしょ。ああ、ちょっと硬いな。やっぱ硬え。硬え。スターの方はどうだ。これも硬いな。ちょっと、さ、ネジ外すまでちょっと、止めていきます。やっと電池入れました。そんじゃあ、ね、電源入れてみよっか。ジュエルつけずにね、入れてみよう。まあ、これはラブリーモデルね。うん、ここが、おう。なりますね、これ。で、確か、あとは、こっちにジュエルをつけるんだったよね。うん、こんな風につけて、ね。あ、違うか。紫をつけて、ね。この紫、いや、ピンク、じゃねえな。紫ちょっとつけて、青をつけて、ね。緑で、ね。ここを、ここをつければ、こんな風になるんか。ね、うん。次にこの上に、ジュエルを、つけてね。あ、そうそう。これをつけなきゃな。やっぱスターモデル。ね、うん。プリズムブレスパーツがあってさ、でもこれね、
腕にもつけることができて、こんな風につけておきますもんでね、うん。まあこれも、そう、もう楽しむ、これも楽しむのも、もう一つもあって、ちょっと取り外して、ね、これがあってさ、ここに、つけておきます。ね。次にこれの、音出すか。おお。ここが回るし。おお。ちょっと、止めようか。うん。じゃあ、スターモデルもつけてみようか。おお。音が違うな。確かにね、うん。スターモデルには、このスターモデルについたこのジュエルをつけていきますか。ちょっと止めてみよう。止めよう。では、一応スターモデルも、セットしました。まあね、これじゃないとな。まあ、とりあえずラブリーモデルをオンにするか。まず回すと、こんな風に、音が出て、ねえ、あ、ちょっと取れた。ねえ。スターモデルも、こんな音が出ます。まあね、まあ、ギター弾くみたいに、こんな風に、になってて、ねえ。まあ、スターモデルのところ。まあ、いいね、これ。ね、うん。これ、実は、ジュエルには、まあ、ここになんかピンがあってね、ここのボタンを押せば、なんか、ね、反応がします。まあ、こんな風に、ね。まあ、ちょっと、全部じゃないけども、もう、やっておきたいと思いますね。うん。おー。一応これもつけてみようか。ね。これ。おー。これいいね。実はね、ジュエルがさ、なんとね、模様が2種類あります。模様っていうよりもな、うん。なんかこれが、さ、確か、ね、もう片方が、PR って書いてあってさ、もう一つが、P、もちろん PR 書いていて、ここにはなんと、ペンギンの絵が書いています。まあ、ようわからないけどね、プリティリズムあんま知らないもんね、僕。ね、うん。まあ、ちょっとさ、ね、このペンギンの、ね、書いてあるやつには、あ、なんか音をしたな。書いてあるやつには、ラブリーモデルだけついてくるだと思います。まあ、スターモデルには、これだけだったもんでね。これだけの7個しかないもんでね。あんな、ずっと遊んでないとこういう音鳴るんか。まあね。でも裏には、まあ、ちょっとこれが、ないのがあって、まあちょっと見えるけどもね。実はもう一つ、まあ、ある一個には、ジュエル、裏向けると、こういうのがあります。ノーブルスノードレスとかね。まあ、ドレス、いや、コーデがあるんだな、と思うもんでね。もちろん、ラブリーモデルにも、もう、これがある。
フラワーブーケトレス。まあ、コーデがあるなぁ。うん。これが何ピーレア。プリ、当時プリティレアかな、わかんないけどね。さあ、いいな。うん。まあね。ね、こう、ね、プリティリズムの、アイテムはこんな、ふんだなぁと、ほんと思いますね。ちょっと。ああ、これ回すと、なんか、速くなる。ここが、光るわな。おお。あ、ならんくなった。おお、ギターの音が、ああ。もう一度押すと。早くな。おー。これすげーな。まあいいな、これね。まあ、ジュエルの、ね。ジュエルの、歴代ジュエルの、比較でもしましょうか。まあ、まず、こっからが古い方になっていて、こっからが新しい方になっています。まあ、まず、プリティリズムは、こう、前が、ペンギンの、やつ、表が、ペンギンの絵が描いてるやつと、もう一つが、普通に PR って書いてあるもので、裏には、ノースル、まあ、コーデが書いてあります。コーデの絵がついてますね。うん。そして、ね、プリティリズム、レインボーライブが終了して、で、確かその、3年後ぐらいになって、3年後か2年後ぐらいに、ジュエルが復活しました。まあ、これがプリパラの、サイリュールマイクに使う、ジュエルです。まあ、プリパラのゲームでも、使えることは、使えます。まあ、でも、ただし、こっちにQR コードがあるもんでね、うん。QR コードと、QR コードって、ゲームで読み込むことが、できると思いますね、うん。ね。そして、翌年、今年、今、では、どう?アイドルタイムプリパラに入って、このアイドルタイムマイクに使う、ジュエルが出ました。まあもちろん裏には、QR コードがあってね、あとはね、突起があります。まあその突起を使ってね、確か、アイドルタイムマイクの、ジュエルを入れるところに、ボタンがあって、それで、この突起を使って、押して、いろんな、声が出ます。まあね、うん。まあ、こっからは、プリパーの、キャラクターのボイスが聞けれますね。うん。まあ、プリティリズムは、ボイスは聞けれんけども、もう、曲は聞けれますね。うん。そして、半年になったら、半年後、スーパーアイドルハープ、いや、間違えた。はい、アイドルタイムハープが発売して、なんと、
ジュエルに、なんと、リボンマークがついてきました。これが、夢ジュエルです。今はね、うん。まあ、ちなみに、このジュエルも、もう出てますけどもね、うん。まあね、これはアイドルタイムマイク、じゃなくて、アイドルタイムマイク、そのままでは遊べれないけども、もう、スーパーアイドルハープで、遊ぶか、スーパーアイドルタイムモードにした、アイドルタイムマイクで、遊べることはできます。ね、うん。まあね、プリパラが、または、プリティシリーズのジュエルの紹介ですけども、でも、ジュエルは、プリパラだけじゃなくってね、この、ね、このさ、ミラクルチューンズで使っている、ジュエルもあります。まあね、ハートじゃなくてね、音楽の、ね、リズムマークのやつなんですけどね。まあ、これは完全に違うな、と思います。まあね、まあこれも、もう、まあ、プリパラだけじゃなくて、で、他のものでも、もうデュエルがあるんだね。うん、これいいな。まあ、ね、ジュエルの比較はこんな感じです。というわけで、ね、プリティリズムの、プリズムレインボーギターの、スターモデルの、と、ラブリーモデルデラックスのレビュー動画はいかがだったでしょうか。まあ、なぜこの、プリティリズムのおもちゃの、これをレビューしたいかっていうと、まあ、冬にやった、プリパラのウィンターライブがあって、その最後のところに、重大な発表でね、なんと、プリティオールフレンズというのが、出ました。まあ、プリティオールフレンズっていうのが、2020年で、まあ、プリティリズムが誕生して、そこで、10年になります。で、ゆかはさ、2、3年後じゃないか。遠いか近いかわかんないよな。まあね、その企画でね、そういうのが出てきたもんね、僕も、ちょっとプリティリズムの、おもちゃレビューも、やろうと思いました。まあね、ちょっとさ、まあ、プリパラ、今はプリパラじゃないか。ね、うん。まあ、確かに、プリティリズムが誕生したのが、プリティリズムが誕生したのが2010年だな。確か僕22歳の時で、そして、9月25日になったら、23歳の時ですね。うん。高校卒業してから5年のことだな。うん。まあ確かにな、うん。ゲームが稼働して、で、10年目を迎えるもんでね、うん。
それで、プリパラも含めて、のことなのもんでね、まあね、ね、ちょっと歴史が長いなと思います。ね、うん。まあ、もしよければ、チャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。コメントには、プリティリズム懐かしいなとか、この頃プリティリズムやってたなでもいいので、ぜひ帰ってください。まあ、あとね、ね、まあ、実はね、ね、ネットとか調べたけども、プリティリズムのやつ。実はと言うと、ね、オーロラドリーム、アニメでオーロラドリームが放送してね、最初、まあアニメはオーロラドリームから放送しました。まあ2011年頃にはアニメが放送して、そして、でね、アニメ放送する前は、ゲーム展開が先でした。まあ、ゲーム展開では、ね、プリティリズム、ミニスカートが、あって、実はね、主人、ゲームの、使えるキャラクターが、オーロラドリームの、主役といえば、アイラだろう、と思っている人、ね、まあ、これは違うんですよ。実はね、リズムちゃんですよ。まあ、最初、プリティシリーズを、こっから、原点は、なんと、リズムちゃんが、原点でした。まあ、リズムちゃんって言うと、肉が好きな、やつだもん、肉が好きな子だもんでね。まあね、よう考えてみると、プリティリズム、懐かしがる人もおったりさ、まあ、プリパラのヘビーユーザーの方も、では、プリティリズムやっとる人もおるもんな。まあね、これは夏いな。プリティリズムほんと夏いな。というわけで、バタのプリティリズムレインボーライブのプリズムレインボーギターの2種類のレビュー動画でした。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。まあ今はプリパラだけども、もうね、プリティリズムもよろしくお願いします。まったねー。これがプリティオールフレンズの、ポスターでもあります。下には、プリティリズムの歴代主人公の、アイラ、ミアちゃん、そしてナル。で、上が、現在のね、アイドルタイムプリパラのユイとララが出ていて、ね、プリティオールフレンズの詳細が来年の1月に、詳しい発表がありますもんでね。まあ、来年の1月下旬ぐらいに、要注目してください。お願いします。まあ、これが、2020年のが、プリティリズムが、10周年迎えるもんでね、こういう企画が来ましたもんでね、まあ、プリティオールフレンズどんな風だろうな。